こういう青豆という存在はやっぱりあの近代文学が持っている人間像とはあくまでかけ離れているアニメーションとか、うん、漫画の世界ですよね、うん、ですからそういうところでは、なんていうんですか、おかしいところ、文学として成立しないようなところはもういっぱいあるんですよね、ただまあ、ストーリー展開で、ね、非常にうまいと思いました。で何かまあ、そこら辺を読者を、うまくなんていうんですかね、楽しませてくれるか、筋の運びで、いろいろ持っていってくれるその技術は、ね、やっぱそこにもやっぱあると思いましたけどね。ですけどやっぱりその肝心な近代文学として成立しうる何か根本的なものが、欠落している、うん、でそれをしかし現代の読者っていうのはそれを好むわけですよね、うん、そこら辺がまあ逆に言えば好むでどうかわかる、あ、そうね、売れたけれども、ね、どうですかね、すみません、はい、ですからそういう面ではですね、あ、まああのまあ、読者側からすると多分これは結構楽しめる小説だし、であの本当に文学を考えてたり好きだったり実際に書いてる人たちっていうのは多分浦上春樹はあんまりこう認めないっていうかあんまり関係ないと思うんですよ。だから文学を本当にやってない人たちがこの周りにいる周辺の、まあ、私は一種のこれドーナツ化現象って見てもいいと思うんですけど、そういう人たちが読む小説のような気がしたんですね。だから本当に文学ということを考えている人たちは何かが欠落していると思って、なんかもう一つ読めない部分が多分あると思うんですけども、それを知らない人たちはやっぱりまあ普通の学生だとか主婦とかそういうちょっとまあ人たちはこういうものの中で非常にまあ楽しんでるんじゃないかと、それがまあ、村上春樹現象の一つのまあ、形なのかなというふうにちょっと思ってますけどね、うん、その言語のリアリティのないというこの言語の感覚、うん、まあ先ほど山崎さんもバーチャルの感覚とおっしゃいましたけどね、で、富岡さんもそれに似たことをおっしゃってますが、うん、その言語のどうですか、このについては。なんていうか、村上春樹のね、まあわりかし僕は中期ぐらいまでは結構、はい、注目して読んでたんですよね、はい、でデビューが1979年ですよね、風の歌を聴いて、はい、それから2作目が、1973年のピンボールっていうね、まあ、いずれも中編ですよね、それからまあ羊をめぐる冒険から世界の終わりと、あと俺ジョンだから、それからノルウェーの森に行きますよね。でそのくらいまでの間、まあ、ノルウェーの森はベストセラーになって村上春樹が一つ、まあ、変わっていく、そういう意味では大衆性を得たところなんだけども、まあ、初期の彼の世界っていうのは非常にこうなんていうかな、ある喪失感っていうか、もう何かがすでに終わってしまっているっていうね、その喪失感が非常に色濃くあって、しかもそれをあるこう新しいスタイルっていうかな、その乾いた上場性みたいなもので表現した、そういう、まあ、中編、短編中編作家としては非常にこう新しいスタイルでね、読み得たと思うんですよね。でそれがやっぱりずっとだんだん失われていって、1984にはそういうこの時代何かが終わってしまった、実は何も始まってないけど終わってしまったのかもしれないんだけど、僕はそのノルウェーの森をちょっと批判的に書いた時に何かが終わってしまったシンドロームだって書いたんだけども、なんかそのあたりからね、彼はその本当のこう作家としての孤独っちゃちょっとあまり文学的ですけど、まあ孤独とか喪失感みたいなもの、それは時代と常につながってくるもんだけど、おそらくそういうものを、まあ彼の場合団塊の世代ですから、おそらくそういう時代性も含めたね喪失感みたいなのがあったと思うんですね。それがね、完全にこの今回の1984からは感じられない。でこれはね、なんかその
グローバリズムとか今の世界状況って単に作家としてね、作家としてもう終わってんだっていうね、小説家としてのやっぱりそのなんていうかな、モチベーションっていうのがねもう下がっちゃってんじゃないかと思うんですよ。でもちろんそれ作家っていうのはね、その何十年も続けて書けるわけね、あれじゃないわけで、やっぱり 彼もねなんか満たされちゃったと思うんですよ、小説家として満たされてしまったじゃない、非常に個人的な言い方だけどね。でその感じがしますね。まずでさっき山崎さんが言われたおっしゃったその今その文芸者なんかで村上春樹持ち上げる色文芸評論家がね非常に無理して持ち上げてるんですよね、いろいろ。でね、その文学界の8月号にね、その加藤天をその書いてるんだけど、最後にこういうふうに書いてるんですよね。そのこの作品の1984がね、最初の草稿が原稿用紙で5000枚に及ぶものだったこと、またこの作品の遂行過程で著者が父上を亡くしたことも読者は別の形で知らされていると。この作品が二部仕立てで終わっているのは多分このことと関係があるだろう。武田大臣は晩年の作「富士」の執筆過程で困難に見つかり、三島由紀夫の死に遭い、それを機にこれを乗り越えることができたという事情が思い出される。ここまでの1984は父の死で終わる、そういう物語を著者は書いたのである、書いてるんだけど、これはもう批評になってないですよね。5000枚の倉庫があったとかね、あるいは父親が亡くなったとか、あとなんで武田大臣がここで出てくるのか、三島由紀夫が出てくるのかね、全くわからない。つまりもう批評家がこの作品をね、正面切ってとか真っ当に批評する材料がないんだと思うんですよ。そういう中で文芸批評がこれを持ち上げるってことは非常なこれ堕落っていうか、だと思いますね。これ文芸事業そのもののこれはもう死ですよ、その意味では。でそのさっき井口さんが言われたように文芸雑誌がそれを、お祭り騒ぎでやってるっていうね。だから僕はこれそういう意味ではその村上春樹論として言えばね、やっぱり村上さんがある時期でやっぱりそういう作家としてのポテンシャルを失ったんだっていうね、まずそこをしっかりと言うべきだと思いますね。それからその時代性とかグローバリズムとかね、という議論をすべきであってね、そう思うの。だからそれさっき井口さん言われた村上春樹の中にいた物語の構造っていうのは非常にパターンなんだけども、そこをこう突き破るような出来事性みたいなものもだからなくなってるんですよ、そういう意味ではね。だからやっぱ作家として次方向転換をしないと村上春樹は書き続けられないんじゃないか、そんな感じしますね。あるいはもうこのパターンで、エンターテインメントでやっていくか、どっちかかなって感じしますよね。そうで、さっき井口さんがおっしゃられた学生運動が、なんていうんですか、行き詰まって、その後震災運動以降ですよね。はい、まさに73年以降ですよね。そうですね、その時にですね、ここで私がちょっと是非問題にしたいのはですね、その一応左翼というからマルクス主義ということですよね。マルクス主義がなんで宗教に突如転換するのかっていうことがね、こんなに簡単に言っちゃっていいのかって思うんですよ。だからマルクス主義って要するに物質を基準としてるわけでしょ。やっぱり人間が食べられるというその辺からやっぱり基盤を持っている主義ですよね、理論ですよね。それがなんで一気に宗教に突然変わるのか、この突然変異は何なのかっていうことがですね、何にも説明されてない。これとても重要な問題だと思うんですよね。要は左翼が突然宗教になるのこれはね普通は考えられません。だからそこら辺のところをしっかりやってくれないと、とてもじゃないけど私はもうね、作家としてはちょっと相当片手押しになるだろうと思うんですが、いかがですか。いや、つまりね、